どうもこんにちは。今回ご来店いただいた車両はメルセデスベンツ C クラス S205 AMG C63 のお車、すでにカスタムが施された前期205のワゴンタイプです。めちゃかっこよかったので紹介させていただきます。 SOL オートモーティブで施工させていただく内容はこちら。内装 3D ツイーターの取り付けと LED バックランプです。 C クラス前期のバックランプはなぜかここだけフィラメントなんだよね。後期は LED なんだけども前期のバックランプだけはフィラメントです。ここは変えたくなっちゃうポイントですよね。それでは車両を見ていきましょう。取り付けられているのはボカのカーボンパーツ。まずはフロントリップ、ダクト、そしてミラーカバーもカーボンとなっております。当然のようにリアルカーボンですので、そのツヤや質感も素晴らしいものとなっています。ビッグスポイラーはサイドに立ち上がりもあり、スマートでありながらワイドな印象が強まっていますね。ホワイトとカーボンの相性が非常にいい。さらにはボンネットもカーボンとなっていて、フルカーボンで軽量です。そして何よりダクトもめちゃかっこよすぎる。仕上げにアフアルターバッハのボンネットバッジで、オリジナリティにもう一押しスパイスを加えられています。グリルは AMG ツインブレードのグリルをブラックアウト、カーボン、超は使わない徹底ぶりでこだわりを感じます。ちょっと見えにくいんだけど、サイドスカートはエクスクルーシブサイドスカートへとカスタマイズされています。そしてディフューザーもボカカーボンリアディフューザーが取り付けられ、どうやらオリジナルの塗装を施されているみたいです。そして内装です。今回この部分に 3D ツイーターを取り付けていきます。もう皆さんは見慣れていると思うので、今日はさらっと流しちゃいますね。作業を進めていきましょう。バックランプを交換していく様子、交換後の光を見比べてみるとこんな感じ。当然なんだけど、フィラメントと LED を見比べると色も印象も全然違いますよね。C クラス前期のオーナー様はこちらも検討してみてはどうでしょうか。ちょっとした違いかもしれませんが、愛車が一層輝きますよ。今回はご来店いただき誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考になればと思います。ご視聴ありがとうございました。